皆様こんばんは。私たちは3はい、mydreams.jp です。よろしくお願いいたします。始まりました。イエーイ。はい、じゃあこれからメンバーの自己紹介をしていきたいと思います。はい、今日は何を聞こうかな。怖い。じゃあもうみんなね、可愛らしい被り物を今日渡されたほやほやのね、ほやほやの装飾をつけて、じゃあね、さくらちゃん、はい、さくらちゃんからスタートします。はい、クリスマスに何が欲しいですか。クリスマスに欲しいものを言ってから自己紹介お願いします。待って、ちょっと待って。ちょっと待って。ありますよね。なんかどうしてもお洋服がすごく欲しい時期にちょっと突入しちゃった。お洋服が欲しい時期に入った。入った。前撮りナンバー21番星川さくらです。よろしくお願いします。私は。コスメが欲しいなって思ってるんですけど、なんかクリスマスの時期になると各ブランドがなんかね、クリスマス用になんかいろんなのをセットにしためっちゃゴージャスなのを売り出すんですよ。それをちょっと片っ端からこうやっていきたいなと思って、欲しいなと思っています。22番の菊池風花です。よろしくお願いいたします。クリスマスに欲しいものはやっぱショーのね、ダンス科なんで、授業で着れるっていうか踊る時に着れるレッスン着が欲しいです。はい、前撮りナンバー23番の関川智奈です。よろしくお願いいたします。欲しいものはこんなに大きい熊のぬいぐるみです。前撮りナンバー24番の熊木まりのです。よろしくお願いいたします。はい、クリスマスに欲しいもの、猫カフェ通い放題券が欲しいですね。何時間でもいられますね。猫大好きです。前撮りナンバー26番の山田花です。よろしくお願いいたします。犬のぬいぐるみが欲しいです。かわいい。マイドリ28番の森安アンジェリカと申します。よろしくお願いいたします。はい、チョコが好きなのでチョコがいっぱい欲しいです。俺もマイドリナンバー29番の村田姫香です。よろしくお願いいたします。はい、私は楽器を弾けるようになりたいので、ちょっとアコギが欲しいなと思っております。マイドリナンバー30番本田真由香です。よろしくお願いいたします。1点ジェリちゃんから質問です。アコギって何ですかってさっきジェリちゃんから質問が、よくカンカンが弾き語りとかで弾いてるアコースト、わかんないんだよね。アコギスティック、わかんない。アコースティックギター合ってます。合ってます。はずはい、だって、はい、アコギだって、はいです、はい、はい。じゃあ今日はこのメンバーで、そう、ナイちゃんがちょっとお休みなんですけど、ナイちゃんの分も
今日はこの8人で頑張っていきたいと思います、はい、よろしくお願いいたします。では次の曲を聴いてください。ざわめき。失礼いたしました。ズンバです。お聴きください。一緒に進みたいの。もう止まらない
just the dress, that's how he's saying. Gave away his everything to fight the baddest one. His double arrow, the slam makes double ears, screaming double L. Soaring the sky, we're living this night. The devil beam got destroyed, all men. Guard and friend is on display. He is in control. A hero who bases it on the devil man. Secret is the kindness, it's where his power's from. The devil arrow, the slam makes double ears, scream double L. Soaring the sky with a devil wings and eye, the devil beam can destroy all mankind. His strength is on the slay. He is in control. A hero who bases it on the devil man. しがちだった。そうだね。じゃあ、何？じゃあ、さくらちゃんから。食べたね今ね。食べたね今ね。今年クリスマスで何食べますか？食べるもの。食べる。食べるもの。何があるかな？結構定番とかはなんか。チキンみたいなね。ケンタッキーが食べたいですね、やっぱり。なんか、なん
か丸い入れ物に入ってる、あ、バケットみたいなを食べ、ファミリーパックみたいな、ファミリーパック。 Yes 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 I do Yes I do。 どういうこと？はい、ふーちゃんに変わります。はい、ございます。私はちょっとクリスマスなのでおしゃれなスープをちょっとこう行きたいですね。ディナーディナー、ちょっといいとこのディナーにちょっとお会社に連れてってくれないかなみたいな感じです。はい、トーナちゃん。チキンとケーキ食べれたらそれでいいです。私は分かるって共感ありがとうございます。はい、まああと普通にあの楽しくっていうかいつも通り過ごせたらいいかなって感じです。はい、マリノン。はい、いっぱいお肉とアイスが食べたいです。おいしそう。アイスケーキがよく言えばいいかな。アイスケーキ好きだね。アイスケーキ食べたいね。ちょっと今おねだりしてる。20個食べたいなっていう。食べたいね。花ちゃんなんでしょう。はい、私はですね、いや、やっぱケーキ食べたいですね。甘いもの食べたいんですよ、ね、普段あんまりなんかねちょっと気使って食べれないみたいな、いや食べてるんですけどあまり食べづらいかなって思うの。この前一緒にミスド行ったよね。あ、ちょ覚えてないかな。はい、ケーキが食べたいです。はい、はい、お肉よりケーキが好きかな。お、じゃあジェリちゃんにバトンタッチ。私食べたいのはスパゲッティ。スパゲッティです。はい、チョコケーキが食べれるの満足です。チョコなんかみんなキラキラしたような感じを食べたいって言ってるんですけど、私はブリの刺身が食べたいな。渋い。ブリが食べたい。渋い。そうでしょ。お醤油派ですか、わさび派？わさび派？え、待って、あの、私たっぷり一面にわさびを塗ったってわけじゃない。いや、あのね、私わさび好きで、他の辛いの食べれないんだけど、お寿司屋さん行ってもわさびのあのちっちゃいあれあるじゃないですか。あれを醤油に 3,4 袋入れるのね。そうそうそう。え、待って、小鉢はこのぐらいのサイズですか？お醤油小鉢がこのぐらいのサイズで、このぐらいのサイズの中にあのお刺身パックの中に入っているであるおわさびのパックを4袋。そう。え、だから醤油が液体じゃなくてなんかドロッとした、あ、なんか緑色とおうおうっていうで辛いとか言って食べてるんだけど、号泣しないで涙出てくるよね。鼻ツンってして顔真っ赤にしながら食べる。それでも食べるの？それでも食べるの？ブリの味わかる。わかんないかい。わかんない。食感を楽しんでくれる。うん。はい。はい、皆様ありがとうございました。いえいえ。では、お次に進ませていただきたいと思います。それでは聞いてください。ではなく、マイクを回収いたします。1番。あ、このマイク使うな。じゃあ、ありがとう。失礼いたします。ありがとう。お帰り。それでは聞いてください。踏みつきよ。Yeah.
一つの夢。
なんかする企画みたいなのがあって夢の中ですよそれなんかすっごいリアルだったんですよ。もうなんかキャラもこの感じで、それなんかそう、まあ、みんなでいる、まあ、リビングみたいなところがすっごい汚くて夢の中夢、まあ、みんなの部屋は綺麗だよね。みんなの部屋は綺麗だけど、夢の中ではそのリビングがめっちゃ汚くて、それであの実際花夢の中でも綺麗好きだったし、実際花は綺麗好きなんですよ。あのいつも楽屋もね、あのいつもね、何々片付けようよとかね言ってくれるんだよね。靴とかね、靴とかね、靴の箱とかねそうなんですよ。それなんかもう汚すぎて、でなんかここら辺がそれは聞いてないよ、それは聞いてないここら辺がなんかちょっとなんか片付けなくて、なんかあのまあちょっと花が注意してくれて、なんか片付けでもまだ大丈夫でしょみたいな、まだ片付けなくて大丈夫でしょみたいな、それで実はなんかちょっと花がちょっと笑いながら、え掃除しないのみたいなちょっと切れてたんですよ。でその夢の中での花の顔がめっちゃ顔っていうか、そのちょっと怒った花が怖くて、そんなに怖かったの？そう怖かった。怒ったとこ見たことないからさ、怖いのトーンってどんな感じだったの？ちょっと低かったの、ほんとトーンが怒ってるんだけど顔は笑ってるみたいな、怖っ怖っみんなって聞いてた、みんなって聞いてた。いやみんなもなんかみんなはでも花以外はこっちの意見に賛成なんですよ。嘘でしょ、嘘でしょ、嘘でしょ。そうそしてなんかみんななんか多分うちら感覚が麻痺してるんだみたいな、こんないつも
こんな大バラ、大バラ、大バラあ、ごめん、めっちゃ新潟弁使った大バラ、あ、散らかってる、はい、そう、あの、ね、散らかってる部屋にいつもいるから感覚がまひってるんだみたいなことをみんなで言ってたら、ちょっとカンナ、カンナじゃん、あ、そう、カンナがなんかちょっとハナの様子をすっごい見て、なんかやばいやばい、もうこれ以上言うなみたいなこれ以上怒らせるなみたいな、相当怖かったんだね。そう、でもね、なんかどこで終わったか全然覚えてない、でもそれはすごい覚えてる、怖かったから。かだからみんなハナちゃん怒らせちゃダメよ、はい、あ、気をつけてください楽屋も綺麗にね、女の子らしく使いましょうって、はい、っていう夢の話でした。でした。イエーイ、ありがとう、イエーイ、ありがとう、ごめん、どうしても話してほしい、ありがとう、びっくりした、ありがとうってくれて、そう、めっちゃびっくりした、はい、ごめんねじゃいいかな、いいよ、ね、じゃあ、次の曲聴いてください。何でも牛乳を注ぐ女。おおお、何にでも牛乳を注ぐ女。水曜社食のビーランチ、味よし色よしコスパよし、ベテラン調理師の計策を台無しにするの、あの女。埋めてあの子より私は
しい今夜だけ愛しい人よ。ホテルハハ酔えなハな密に寄せられ友達の求愛あああ窓不足の朝までバスバスまだ夜は終わらない。なぞるフレーバーをたぶんもっと Love me crazy どかに喧嘩だとしたって構わない。アイアイアイ太陽に熱く燃える抑えきれないこの想い引き止めて抱きしめて痛いくらい愛してほしい。扉の伏せてあの子に見抜かれないように私をさらってさらめきを優しく抱いて来ました。ありがとうございました。ありがとうございました。ここでなんとですね、マイドリザサード特別のロゴをですね今回は発表させていただきたいと思います。こちらパターン ABC ですかねになっております。それでは発表会しようか。いきます。じゃあまずはタイプ A からじゃん、じゃか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 じゃん、こちら。あ、かわいい。ちょっと見づらいと思うけど、これすごいちっちゃいけど。多分そうだよね。そう、後にツイッターでまたアップロードしますので、こちらでまた見てくれると嬉しいです。かわいいですね。そうそうそう、J にね、ハート型のダイヤモンドがついてるんですね、こちら。美しい。素敵。はい、それでは次はタイプ B のご紹介です。じゃん、じゃか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 じゃん、こちら、ねでん。おお。なんかね、これ大丈夫かな。私最初見た時になんかプリキュアみたいだなって思いました。ロゴがね、とても可愛いんですね。こちらです。そう。プリキュア、プリキュア。はい、ありがとうございます。続いてはタイプ C いきます。じゃんじゃか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 じゃん、こちら。おお。なんかどっかで見たことあるようなロゴなの分かりますか。なんかさ、最近これ映画ありましたね。あったね、これあったね。じゃあフル CG の、うん、なんかまあまあ見なかったこと、まあまあね、サードのロゴですのでね、新しいね、よろしくお願いします。はい、動画マイクになってますね。本当だ、あの拳銃のやつじゃないんだね。あれあれあれ、いやいや、うん、まあなんかそんな気がしただけ。よし、すごいね、今気づいた。はい、こちらまたね、サードの新しいロゴになりますのでよろしくお願いいたします。はい、お願いします。それでは本日最後の曲になりました。素晴らしい。それで、あ、そっか、これ戻してこなきゃいけないんだ。ちょっとお使いしてきてくれる。あ、ありがとうございます。
最後の曲を聴きください。空が綺麗。以上、マイドリームス.jp でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。Thank you.
いです。久しぶりに聞いた。久しぶりに聞いた。マジか。本気やらないの。本気やらないよ。山田にマイクを恵んでください。ありがとうございます。ついでにいる？え、ありがとうございます。なんで？はい、戻ってきました。はい。はい、今聴いていただいた曲は。誰のですか？リューティストさんのイブの散歩道です。この曲知ってるよっていう人いますか？お手手を挙げてください。おあ、いらっしゃる、いらっしゃる。ありがとうございます。ありがとうございます。この曲は、2011年にリューティストさんが発演された曲となってます。で、前撮り第3期目なんですけど、初めてリューティストさんの曲を僭越ながらカバーさせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました、ね、ここでせっかくカバーをさせていただいたので、歌ってくれた人に聞いてみようかな。お目目が合わないな。あれ、私ですか？マンデちゃんがいいかな。はい、ありがとうございます。はい、この歌初めて聞いた時にすごい可愛らしくてピュアな歌だなって思ったんですけど、いっぱい聞いてみると後半の方で、すごい大切な人と過ごせるクリスマスは来年も必ずないかもしれないっていうちょっと切ないメッセージも込められてて、すごい大事に歌わせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。メンバー4人とても可愛かったです。ありがとう。可愛かった。あ、うん、どうした？じゃあ次、姫ちゃんに投げようかな。投げようかな。投げる。お願いします。姫ちゃんのおっとお願いします。はい、それではここでお知らせコーナーです。お知らせ担当の村田姫子です。まずは特典会のお知らせです。前回ご好評いただいた新商品ポストカードが今回も発売されます。今回はクリスマス仕様のポストカードです。1セット3枚入りで1セット500円です。また恒例の本日限定ブロマイド日付入り2種類を1枚500円で販売させていただきます。次にみんなで記念写真のお知らせです。ご好評いただいてる私たち全員とお客様との記念写真を今回も行います。一般的なチェキよりも一回り大きい、まあ、四角サイズのインスタント写真です。料金は1枚につき1000円で、特典会のチケットが2枚つきます。前回から撮影スピードを少し早めさせていただいております。特典会のお時間を長めに撮らせていただくためにもご協力のほどお願いいたします。お願いします。お願いいたします。私シンガポールに行ってたので、ちょっとみんなと一緒にクリスマスの、ポストカードごめんなさい気に入ってたのぞ。ありがとう。みんなと一緒にクリスマス系、クリスマスバージョンのポストカードを撮影できなかったので、なんとシンガポールで撮ってきた写真をポストカードで販売させていただきたいと思います。よろしくお願いします。ひこりがとう、ごめんね。続いて前撮り写真集のお知らせです。カメラマンの馬場さんが撮影された写真によって制作された写真集第4弾を本日も発売させていただきます。定価は2000円で、特典会チケットが2枚つきます。
特設ババさんコーナーにて販売いただけますので、こちらもぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、最後に次回のマイドライブは1月25日です。新年最初のマイドライブをぜひ多くの皆さんと過ごしたいと思います。ぜひご来場ください。以上、どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、それでは次の曲を聴いてください。風の行方。やった、やった。Yeah.
裏でみんなの癖になる呪文を唱えちゃう。前撮りナンバー22番ニコニコ笑顔の菊池風花です。みんなに笑顔の魔法をかけちゃうよ。新潟も大好き盛り上げていきましょう。皆さん楽しかったですか？まだ終わってないけど。
かリーダーでも楽しかった、ね、あっという間だね。あっという間でした。どうだろう、みんなポッポしてるね、うん、顔赤いよ、可愛いね12月なのに暑いね。暑いね。みんな会場の皆さん暖かいですか？暑い。暑い。暑い。ありがとうございます。暑いね。暑いね。暑いです。え、ちょっとホットって言ってほしい。ハート。めっちゃいい。素敵だ。はい。では、これで本当に最後の曲となってしまいました。素晴らしい。おでは最後の曲です。それでは聴いてください。日々のイノセンス。掴みをつけられ
でした。ありがとうございました。ありがとうございました。マイドライブボリューム24にお越しいただき誠にありがとうございました。次回のマイドライブは先ほども言った通り1月25日土曜日です。またここでお待ちしております。それでは最後のご挨拶をさせていただきます。皆様とご一緒させていただいた私たちは3杯マイドリームスドット JP でした。ありがとうございました。